ネイティブフォレストコタルです。今回はこちらシストーチスバリエガータジュエルオーキッドですね。ジュエルオーキッド育てたことはあるんですけども増殖させたことがないので今回が初になります。あんまりですね自信はないんですけども成功したらいいなということで今回やっていきたいと思います。はい、ではご覧ください。どうぞ。はい、ではですねやっていきたいと思います。ジュエルオーキッド育てたことはあるんですけども増やしたことがないんですよね。今回初めて、増殖にですねチャレンジしてみたいと思います。一番最初に買った熱帯植物がジュエルオーキッドだったんですよね。アネクトキルスフォルモサヌス4倍体。まあそれもですね一番最初に買って、育成してたんですけども枯れてしまいました。まず育て方があまり理解してないで、購入してしまったので残念ながら、枯らしてしまいました。まあその後もですね、やっぱりジュエルオーキッドを最初からですね結構好きだったので、マコですとかマコですペトラとか、買ったんですけどもなんかね育て方が、下手なのかそれも枯らしてしまいました。そして今回、このシストーチスバリエガータこちらの増殖にチャレンジするんですけどもですね正直あまり自信はないです。はい、まずこの種類の、ジュエルオーキッドこんな小さいんですかね。もうちょっと大きいイメージがあったんですけど株的にはこんな小さいんでしょうか。あまり大きくはならず、伸びていくような感じで成長してたのでそしてちょっとね見えづらいんですけど気根を結構出してるのでこれ増やせんじゃねと思って、今回ねバツッともう切っちゃっています。いつものように切る前は、ハサミを加熱殺菌ですかね、ターボライターで炙って殺菌していきます。根元を切ったので、鉢の部分には、元々の根元の部分が植わってます。それもね、成長してまた出てきてくれるのでしょうか。多分大丈夫じゃないのかなとは思うんですけどね。節の部分が残ってたら大丈夫かなと思います。はい、これもね、節の部分ごとに切っていきます。いや、どうでしょうね。これはね、あんま自信ないですね。こんなちっちゃくても、大丈夫なものか、溶けたり、カビたりしないのかとちょっとね、心配なところは、多々あるんですけども、バツバツ切っていきます。そしてね、ほとんどの葉っぱは大丈夫なんですけども一部葉っぱが、枯れてしまっている部分がありました。それはね取り除いて、おきましたけども下葉が、枯れているので水切れというか、水分が足りないのかなと思ったんですけど、まあ、あんまりそんな気もしないのでちょっと原因が分かりません。虫とかねそういう害虫もついてるような感じはないので大丈夫だと思うんですけども以前もですね謎の卵ということで、謎の卵を救いたいということで動画を上げたんですけどもそれもちょっと葉っぱがね枯れたりしてきてたのでジュエルオーキッドって結構ねそういうことが起こるのかなと、今ちょっとねいろいろ試してみて、まあ、研究じゃないですけどね頑張ってね理解しようと思ってます。ちょっとジュエルオーキッドにねハマりつつあるような感じがします。そんでもってですね、節ごとに切ったらふかふかのね、水苔にポンポンポンと並べていきます。これ全部で何個かな 1,2,3,4,5 個ですね、5個並べました。成功するのかどうなのか、非常にね楽しみなところではあります。で並べたら上にですね、またふかふかの水苔を置いていくと。はい、これねやり方として見覚えある方
いるとは思うんですけども、これどうだろう、名前出したらダメかな、ダメだと思うんで、許可も、名前出す許可も取ってないので、あの名前は伏せるんですけども、ジュエルオーキッドとか熱帯植物、増殖されている方、有名な方ですねのやり方を参考にさせていただいて今回はやっています。すいません、勝手に参考にさせていただいてます。まあ、これで失敗してもですね、あの僕のやり方が悪かったとか管理が悪かったとか、株の大きさ状態がよろしくなかったということですので、皆さんそこのご理解はよろしくお願いいたします。はい、上質で、管理していくので蓋は閉めません。はい、で、結構冬場とかだと、水苔乾きやすいので、あまり乾いたような状態が続くのはどうなのかなと思うので、定期的にね、霧吹きで、こまめに水をあげていきたいと思います。そして今やってるのが、一番上の部分ですね、大きい部分、これを植えるために鉢を用意しています。まあこれ申し訳ないんですけど、いつもの通りです。軽石下に引いて、水苔引いて、あとは、酸素が一番ですね。本当にいつもの工程で何回も何回も申し訳ないんですけども植えていきます。これ根っこがですね、あまり生えてない、発根していない状態ですと、水苔をふわっと、植え込んだ方がいいのかなと思います。あまりぎゅうぎゅうにするより、ふわっと植え込む、そんな感じなのかなと思ってやってます。違うかもしれないですけど、まあ感覚的にはそう思っていますね。これね、ちゃんとこういうね、名前と、増殖した日にちくらいは書いておかないとね、忘れてしまいますので、こういうまめな作業が結構後々ね大切になるのかなと思いますので、気をつけてやるようにしています。いや、どうでしょうか。5個植えてみたんですけども、これね全部成功したら本当に、ね、嬉しいですよね。どんくらいなんでしょうかね、1ヶ月くらいで、芽が出てくるのでしょうか。はい、楽しみにしておきたいと思います。こういうねラベルを貼っておくといいかなと思いますので、はい、ということで今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまたご報告します。